今から富士見台の方に向かってみたいと思います、ね、ちょっと紅葉が今真っ盛りですね。ブラブラ散策も気持ちいいですね、はい、中道の最後最初だけ今からそこの大黒岩目指してみたいと思います。はい、今から大黒岩に行ってみたいと思います。では早速行ってみましょう。まずは一の谷神道、こちらから行きたいと思います。紅葉して綺麗ですね。よいしょ、熊笹ですね。土で滑りやすそうな感じです ね。結構急ですね。濡れてます。よいしょよいしょ、ここちょうど分かれ道ですね。こちらの左側に行きます。看板で出ないですね。結構山登りご在所だけ来られる方、この大黒岩行ったことがないんでしょうね。ここからちょっと登りが連続しますね。あまり皆さん登ったことがないと思いますね。一歩登りきついです。周り秋ですね。結構道がやっぱりアップダウンが激しいのと、木の根っこが多くて前に進みづらい。やっぱり人があまり歩いていないので、ちょっとルート的にも獣道のような感じですね。よいしょ、熊さん、よいしょ、はい、看板です。じゃあ大黒岩行ってきます。今度ここからは下りですね。ちょっと熊笹で大荒れ気味なので道が分かりづらいですね。結構ここら辺も綺麗な感じですね。すごいですね。いい感じにこの光がいい感じですね。大体先ほどの一の谷神道の入り口からどうでしょう、5分ぐらいですかね、経ちました。ここら辺はちょっといいですけど、花が出ましたね。この下本谷コース、ちょうどここから降りていきます。崖ですね、見えないです。一度だけ本谷コース登ったことありますけど、結構きつかったですね。ちょっと開けましたね。こんな感じです。大黒岩見えましたね。よいしょ、はい、大黒岩です。こんな感じです。結構大きいですね。はい、では大黒岩今から行ってみたいと思います。大きな岩ですね。ちょろっと鎌ヶ岳が見えてます。さあこちらから、雨がいいです。
ですね。先ほどの富士見台ですね、あそこですね。よし、それでは展望絶景のとこ行きましょう。おお、結構いいです。なんかいいですね。行ってみます。じゃーん、ここが大黒岩の先端ですね。素晴らしい。はい、到着です。今日は天気いいですし、ちょっとコーヒーも飲んでみたいと思います。最初だけコーヒーです。世界でここだけ。